その柔らかくでいった時に左手の小指、薬指、中指をしっかり握れっていうのがもうグリップの定番として、もうこれは厳守事項のような気がしたんですけど、あのね、ゆるゆるではない。僕はゆるゆる、僕はしっかり握ってる。あの人によってそのゆるゆるとかね、ぎゅーとかっていう強さって多分違う。僕はここからずれないようにしっかり持ってる。でもそのしっかりっていうのは自分がやろうとするパフォーマンスを邪魔をしない強さ、それが僕にとってのしっかり。だからゆるくは絶対持たないし、指の隙間は基本的には開けない。だって運動の効率的に損でしょ。これ力がこう分散しちゃう。